ジョン・ V ・ロミータ SR はアメリカ合衆国のコミックのアーティストである。マーベル・コミックスのアメージング・スパイダーマンやパニッシャーの作画で知られる。息子はコミックアーティストのジョン・ロミータジュニア・ロミータは3人の姉妹と1人の兄弟と共にパン屋のビクター・ロミータとマリア・ロミータのイタリア系家庭のもとで生まれ、ニューヨーク市のブルックリンで生まれ育った。ロミータは ブルックリン中学校で9年間過ごして、1947年にマンハッタンの工業工芸学校を卒業した。彼の指導者の中には、イラストレーターのハワード・シモンとベン・クレメンツがいた。またロミータが影響を受けた人物は、漫画家のノエル・シックルズ、ロイ・クレーン・ミルトン・カニフ、アレックス・トスカー・マイニ・ー・インファンティーノ、コマーシャル・イラストレーターのジョン・ウィット・クーム、コビー・ウィットモア、アル・パーカーなどがいる。 ロミータは1949年にフェーマス。ファニーズシリーズでコミック業界に参入した。スティーブン・ダグラスはすべての若い芸術家に影響を与えている。とロミータは後に言っている。さらにロミータは彼が私に与えた最初のストーリーはラブストーリーだった。それはひどいものだった。描かれてた女性は堕落した男性のように見えた。と振り返っている。 ロミータは1949年にニューヨーク市のフォーブスリソグラフで働いていたが地下鉄で走っていた高校の友人であるレスターザカリンが17ドルまたは20ドルのページでノンクレジットのいわゆるゴーストライターとしての彼のための10ページの物語を描く。このことについてロミータはこれは馬鹿げていると思った。2ページで私はいつも1週間以上作ることができるよりも お金を稼ぐことができるので、私はそれを偽装し、彼のためにノンクレジットを守った。と振り返った。しかしこの作品は、後のマーベルコミックスのタイムリーコミックスが、ロミータに編集条件、アートディレクターのスタンディーと出会える機会を与えるのを、助けた。ロミータは、トロイアンコミックのクライムスマッシャーズや、その他のタイトルで、ザカリンのためにノンクレジットで作品を執筆したが、 最終的にザカリンとロミータとクレジットされた。彼はロミータが米軍に徴兵された年の1951年、初頭に共同作業を終了した。その後徴兵に先立ち主導権を握り、ニューヨーク米のガバナーズアイランドのベースアートディレクターにアートサンプルを見せた。彼はロミータがニュージャージー州ホートディックスで基本的な訓練を完了した後、 募集ポスターの制作を行うためにロミータを任命した。ロミータは7ヶ月または8ヶ月後に五町に昇進した。その後ロミータはブルックリンにアパートを借りた。ロミータは1952年11月にバージニア・ブルーノと結婚した。彼らはクイーンズ区の家を購入し、1954年までブルックリンのベンソンファーストに住んでいが、数年後、家族は ニューヨーク州のロングアイランドに引っ越した。ロミータは二人の息子を設けており、ビクター・ロミータとジョン・ロミータ・ジュニアがいる。ジョン・ロミータ・ジュニアは、父の足跡をたどって、著名な漫画家になった。ありがとうございます。